ここんなこともおっっししゃってましたね。ワクチンを打てばそもそもねコロナに感染しない説、まあ、説なんてねあの大臣がおっしゃったわけじゃないけど、はい、こういうテロップがつけられていましたで当然ねこのはじち社長が動画出すにあたってねあのチェックしてるはずでしょうからね政府としてもね、うん、これいい加減なテロップつけたわけじゃないでしょう、はい、これでいいからねはじち社長だって動画公開したはずなんでね、はい、でこれ見てねあじゃあワクチン打てばね 感染しにくくなるんだ、まあ、そもそも感染しないは行き過ぎだとしてもね,ね感染しにくくなるぐらいは思っちゃいそうじゃないですかね、はい、じゃあちょっとね考えてみましょうワクチン接種によってね感染しにくくなるのか、まあ、いわゆる、はい、感染予防効果というものを、ね、見てみましょうということでさっき言った通りこれね製薬会社云々じゃなくてもう2年間僕らねワクチン接種してる環境にあるんだから 国内の結果を見たらいいわけですよ。はい、で、えー、これね、これも政府、首相官邸のツイートですね、はい。こういうツイートをしていました。これは去年の4月あたりですね、4月あたり、はい。ワクチン接種歴別の新規陽性者数ということで、4月の4日から4月の10日まで、10万人あたりということだから、まあ、基本的には確率と思ってくださいね。この世代が1週間過ごしたらね、どれ合らいの確率で。 陽性になっちゃうよと、はい。で、未接種、2回接種、3回接種とね、接種歴別に分かってる、まあ貴重なデータですよ。じゃあ例えば、じゃあ30代見てみ見ましょうか、30代ね、30から39歳、未接種の方は、ね、この期間で581人、ね、陽性になっちゃいます。2回接種すると25、252人、減りましたね、はい、3回未接種すると、144人ということで。 まあこういう表を出して政府もね接種してくださいってねだって未接種の人はね陽性になっているでしょってまあどの年代でも未接種は一番ね陽性になってますこういうふうに使われていたんですねでこれはもうとんでもなくてはいこれもねこれ知ってる方いらっしゃいますかあのこの接種歴未記入をねああえてますああえますはいこんなんね大ニュースだと思うんですけどね熱増 なんとこれは接種歴未記入っていう人もいるわけですよ。ね陽性になったけど、ね、いろいろ記録を取るんですが接種歴っていう項目ね未記入の方をもう全部未接種に入れていたとそんなことをしたら未接種の人の陽性率が上がるに決まってるじゃないですか、ね、そんな捏造されたね数字を使って政府は接種してくださいって進めてたんですよじゃあこれがね 訂正されたらどうなってるかがね。大事ですよね。こんな捏造されたね。数字見ちゃいけないはい。バレた結果。まあ正確な数字がね。